ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこで暮らしていたなんてことない私は、ひょんなことから冒険をした。誰も経験したことのないような、誰も知らない私たちだけの大冒険を。今でもあの大冒険を知る人はほとんどいない。始まりも終わりも何も知ることなく、みんな毎日変わらず暮らしている。私は今でも時々思い出す、あの時の仲間たちと過ごした日々。そして眩しいくらいに輝いていたあの奇跡のように貴重で得難いひと夏の日々のことを。あれから3年、なんてことない日々の生活の中に戻った私に、新たなひと夏の日々が訪れようとしていた。話でしか知らなかった大陸に着いた。海を越えて、うん、島とはなんか空気が違うな。同じ海の近くなのに、やっぱり湖とちゃんとした海とではいろいろ違うんだろうな。誘われたとはいえ、勢いに任せてきちゃって大丈夫かな。モリッツさんからの依頼も、何か手がかりが見つかればいいんだけど。
き詰まってるな。もう少し錬金術の知識とか技術があればな。みんなの前で大見え切って約束したこともそう簡単にはできそうにないし。はーい。どうしたんですか、モリツさん。私何かやらかしたっけ。いや、今日はそういう話ではない。実は他でもない、お前に調べてもらいたいものがあるのだ。これは？それは我がブルネン家に代々伝えられている数ある宝の一つでな。ブルネン家の先祖がいずこからか見つけ持ち帰ったものだと伝えられている。へえ、綺麗ですね。そうだろう。私もこれはさぞや貴重で価値のある一品に違いないと睨んでいるのだが、あいにく正体がわからんのだ。同じものを見聞きした者もおらん。ただその見た目だ。私は何かの宝石ではないかと考えていてな。個人的に虹の宝玉と呼称している。なるほど、確かにそれっぽいですね。それでどうしてこれを？それがな、ここ最近の話だが、その石が光るようになったのだ。ツヤツヤしてるから？いや、そうではない。まるで明かりのようにぼんやりと光を放つのだ。え？しかもここ数日に至ってはその光がやけに強くなってきたように感じる。ただの宝石であったうちは良かったのだがな。こういう得体の知れぬものはお前が一番詳しいだろう。調べてきてくれ。そんな急に言われても。お前の得意な錬金術とかいう技を使えばすぐにわかるのではないか。いや、錬金術ってそういうものじゃないから。とにかく頼んだぞ。それからその虹の宝玉のお扱いは丁重にな。気になるには気になるんだよね。決めた。やっぱり行こう。行くしかない。タオたちがいる王都アスラームバートに。島より栄えてはいるけど、思ってたほど大きい町じゃないかな。王都って言っても案外大したことないのかも。なんだ、オートに行くのか。あ、
ん、ここから西の方だよね。まだ結構かかる？そうでもない。それに外から来た人向けに馬車の定期便もあったな。馬車？定期便？すごい、そんなのあるんだ。あ、いや、すまない、正確にはあっただな。え？あんたも間が悪いな。少し前に魔物の襲撃があってよ、今は運休しているそうだ。歩いて行くしかないか。おい、本気か。魔物の襲撃があったって言ったろ。絶対に出るとは言えねえが、女の子の一人旅は心配だな。ありがとう。でもちょっとでも早く行きたいから、なんとかなるよ多分。そうか。まあそう言うなら気をつけて行けよ。この道を通っていけば王都に着くってわけね。早速出たわね。久しぶりの戦い、しかも私一人だけ。でもなんとかなる。待ちな。え、あなた誰？助太刀するぞ、王女ちゃん。さっさと片付けちまうか。
ガッ。ありがねえのもつまらねえな。大丈夫だったか？うん、大丈夫。ありがとう。それにしてもまさか魔物相手にひるまねえとは。お嬢ちゃん、この辺りの人間じゃねえ。どこから来た？空剣島だよ。さっき船で到着したばかりなの。空剣島？悪いが聞いたことねえな。小さな島だからね。オートにいる友達に会いに来たんだ。そうか、オートならこの道をまっすぐ進めばすぐに見えてくるさい。そんなに遠くないが、せいぜい気をつけてくれよ。それじゃな、王女ちゃん。人だったなぁ。オートってああいう人がたくさんいるのかな。それにしてもいきなり魔物が出るなんて前途多難だなぁ。ちゃんとたどり着けるのかなぁ。まあなんとかなるか。よし、改めて行くぞ。Thank you.
そびえ立つ夏雲のように胸の高まりを抑えきれずに私を導く新たな世界がほら背中を押すのを感じた叶いそうもなかった夢よ諦めそうになった日々を変えてゆけると信じてたあの日のこと手繰り寄せて いくつもなめてたな。やっぱり王都っていうだけのことはあったわ。広さだけなら空剣島だってそれなりだと思うけど、あっちは畑しかないしな。すごい、こんなところがあったんだ。目がチカチカするよ。まずい、これは迷子になりそう。てか私もう迷子なんじゃ。ライザー！え？今誰か呼んだ？あれって、え？ボス？
嘘、ボスだよね。よかった、助かった、知ってる人に会えた。どうしようかと思ったよ。本当にライザじゃねえか。まさかと思ったが、なんでここにいるんだ。まあそれはタオに。それにしても久しぶりだね。でもよかった、あんまり変わってないみたいで。お前こそ相変わらず聞くまでもなく元気そうだ。年相応に少しは落ち着いたらどうなんだ。憎まれ口も相変わらずでよかったよ。ところでボスのお友達？ちょ、何言ってるんだよ。僕だよ、僕。忘れちゃったの？ひょっとしてタオなの？そうだよ、誰だと思ってたのさ。いや、だってずいぶん背が伸びたね。それに声も全然違うじゃん。なんだか男の子って感じになってる。こいつこっちに来てから急に大きくなりやがったんだ。もう俺とほとんど変わらん。服装もやけにおしゃれな感じになってるし、最初誰だか分からなかったよ。ひどいなあ。もう逆にライザは一目で分かったけどね。ああ、特におのぼり特有の動きをしてたからな。都会っぽくないからよく目立つ。なんかあんたたちの方がさらっとひどいこと言ってない？まあまあ、田舎育ちが通る道ってやつだよ。そのおかげでこうして割と簡単に会えたんだから。うん、まあね。危うく迷子になりそうだったけど、いきなり心が折れかけたよ。いや、それにしてもここがオートなんだね。大きすぎて上ばかり見てたよ。高い建物が多いからな。見慣れればそんなこともなくなる。そうだ、せっかく来てくれたんだし、ライザに町を案内するよ。どうかな。そうだな。今いるここが中央区だ。見ての通り露店なんかが数多く出ている。うん、さっきからずっと気になってたんだ。ちょっと露店見てきていい？後にしろ。お前は夢中になると時間を忘れるからな。この町っていくつかの区画に分かれてるんだけど、他の地区はだいたいここから行けるようになってるよ。そういう町の作りのせいもあるんだろうけど、ここが一番賑やかな場所かな。他の地区も軽く巡ってみるか。迷子になられても困るからな。またそういうことを言う。でもここはおとなしく話を聞いておくことにするよ。よし、じゃあまずは北の農業区と南の職人区に行ってみようか。ここはいろんな職人の店が集まってる地域さ。工場とか火事場みたいなところが多いかな。もともとオートは国中から金属を集めて加工なんかをするのが
主な産業なんだそうだ。面白そうなものがいっぱいありそう。あ、でもこんなに似たようなお店ばかりでやっていけるのかな。僕も最初はそう思ったんだけどね。やっぱり同じような仕事をしてる人たちが集まった方がいろいろ効率がいいんだろうね。多少は商売がたきになるかもしれないけど、それよりも協力した方がいいってことじゃない？俺たちの村と一緒だ。港に行けば店がいくつもあっただろう。言われてみれば確かに。なあ、金属製品で困ったことがあったときはここに来れば解決すると思うよ。この辺りはこんな感じで農業区だね。見慣れた感じだろ。うん、他が都会なのにここに来たら急に島に戻ったような気分になったよ。なんというかホッとするような。まあ僕らからしたらこの辺りが一番慣れ親しんだ感じがする景色かもね。全然人がいないね。町の方はいっぱいいたのに。あまりなり手がいないんだとよ。都会に住んでてわざわざ土にまみれたくないんだろう。食べ物だったら周辺の町からいくらでもやってくるから困らないしね。僕らの村の空間フルーツも売られてるのを見たよ。あまり数は多くないけどさ。そうなんだ。農作業したくないって理由も場所によっていろいろなんだな。お前のはただ単にめんどくさいってだけで理由にはなってないからな。まあそんなわけでこの辺りはこんな感じかな。じゃあこの後は学園区に行ってみようか。学園区？僕らが通ってる学園がある区域さ。普段は僕らもそこにいることが多いかな。学生相手の店なんかが多くてな、割と賑わってる場所ではある。階段を上がって西にあるあの塔の先が学園区だよ。おい、タオ、あの店に行かねえか。うん、そうだね。僕らについてきてよ。なんだかすっかり仲良くなっちゃって。今のって何やってんだ。早く来いよ。ちょっと迷子にならないでよ。
ごめん。学園なの？まさか。ただ大抵は学園に関係してたりするね。学生が住んでる家だったり、学生相手の店だったり。学園があるから成り立っている地域では。はあ、何から何まで規模がでかいな。島じゃ学び屋一つだけだったし。あそこだ。あれがいつも俺たちが行ってる店だ。座っていろいろ話そうぜ。それにしても二人ともすっかりこっちの人みたいで驚いたよ。そうか。俺は何も変わったつもりはないがな。タオも俺から見たら見た目以外は何も変わってないな。ライザだってこっちにいたら同じように思われるかもね。私はタオからこの手紙もらわなかったらここに来てなかったかも。何が書いてあるんだ？こっちに錬金術と関係ある遺跡があるかもって内容なんだけどさ、ライザが島で錬金術がうまくいかずに難航してるみたいなことを手紙に書いてきたから気になって、いっそライザもこっちに来てみればって。遺跡だと？俺はこっちに来てからそんな話聞いたことないぞ。本当にあるのか？僕も人捨てで聞いたから最初は眉唾だと思ったけどさ、調べてみたらここの近くに古い遺跡があるようなんだ。そういう伝承がたくさん残っていてね。伝承？思い出してよ、僕らの村にも伝承はあっただろ。わらべ歌だったけど。あ、南に下る旅人は決して街道を外れるな。西は悪魔の野が迫り、東の城には竜が住む、だね。伝承っていうのは過去に実際に起こったことなんじゃないかって研究してる人もいてね。僕もそれには賛同してる。わらべ歌に出てくる名前も実際に存在する場所だっただろ。立派な伝承だったんだ。そういえばアンペルさんが言ってたっけ、こんなに遺跡があるのに伝承が少ないのはおかしいって。だろ。実はこの王都周辺には神話とか偶話みたいなものが結構残ってるんだ。古風の先に砦あり、闇夜を覆う帳なり、
人の地を越す大まじないは、無より作りし宝なり。仏行を来たるその日まで、砦はただ眠り続けるものなり。どういう意味だ？僕にもさっぱりだけど、この歌が作られた時代には何か建造物があったのは間違いないね。それが今も残ってたら遺跡になってるんじゃないかなって思うんだ。人の地を越す大まじない、それって錬金術のことかもしれないと思ったからライザを呼んだんだよ。改めて聞くんだけど、ライザ、僕と一緒に遺跡を調査してみない？僕は遺跡の調査には興味があるし、ライザも錬金術の取っかかりができると思うんだけど、どう？うん、いいね。私もちょっと興味が出てきたよ。もうずっと冒険とかしてなくてさ。じゃあ決まりだね。行ってみよう。行くにはどう時間がかかりそうかな。今まで存在を知られずにいたってことは、人目につかないような場所だと思うし、準備が必要だ。私もまだここに来たばかりだしね。準備をするにしても、まずは住むところがいるな。あ、でもタオやボースの家ってわけにもいかないし。俺だってお前に押しかけられても困るぞ。そう言うと思ってたよ。ちょっと待ってて。アーベルハイムです。パティと呼んでもらえれば結構です。あ、私はライザリンシュタート。ライザって呼んでね。パティは僕が家庭教師をしてる生徒でね、この辺りを仕切ってる家の娘さんなんだ。そうだったんだ。まさかタオがこんな可愛い子連れてくるとは思わなかったからびっくりした。ライザの中で僕はどんなイメージになってるのさ。ほら、いつも本とにらめっこしてたからさ。それは否定しないけどね。で、ライザの住む場所なんだけど、タオさんから事前に話は聞いてます。部屋を一つ用意してあります。タオ、一体どういうこと？オートに来たばかりなのにいきなり部屋を探すなんて無茶な話だからさ。一応長居することもできるような部屋をパティに探してもらったんだ。ただ内装が少々古いですけど、空いているのがそこくらいしかなくて。どんな部屋なんだろう。早く見てみたいな。案内します。中央区にあるので場所はいいんですけどね。こちらです。ついてきてください。